4番宮城早坂修吾、5番岐阜濱口貴明、6番青森伊藤大志、4番の早坂も6番手から上昇、その後ろを狙う作戦でしょうか。今日は短期の構え、8番の吉岡敦史、6番の伊藤、この位置守りきれるか。あとは北日本勢を追っては7番の村本です。残り2周切りました。駆け引きが始まっています。誘導対比しまして、2番の神山、そしてさらに外4番の早坂ペースアップ、先頭に立っていきます。6番の伊藤、7番の村本が3番手、外からは8番の吉岡、この早坂の番手競り込んでいきます。金を迎えて3コーナーから4コーナー、2番の神山はじっとその様子を中段で伺っています。4コーナーからホームストレッチ、このまま4番の早坂が主導権を取っていきます。そして番手は6番の伊藤と8番の吉岡競りになりました。この並走の後ろに7番の村本、2番の神山、どこから仕掛けるか、まだ動かない。最終バックストレッチ、2番の神山まくり発動、中段から動いていった。2番の神山が力強くまくっていく、後ろマーク少し離れています。先頭の4番の早坂捉えて、2番の神山先頭で戻ってきました。4コーナーから直線コースまくり切っている2番の神山拓也、押し切っての快勝。2着に1番